はい、水ちゃんです。今ね、奈良県はね、大和八木駅に来てます。今日ね、八木駅でね、お好み焼き食べに行こう思ってね、お好み焼きと、まあ、鉄板焼きもあるのかな。そこでね、食べて飲んでいきたいと思います。はい、それではね、こちらのね、花屋さんって読むんかな、鉄板炉端屋さん、こちらに入っていきたいと思います。お昼はね、ランチもやってるんでね、駅前やしね、結構便利ですよ。それではね、入っていきたいと思いますよ。今ね、お好み焼きの花屋さんに、今来させてもらってるんですけどね、まず1杯目、生ビールからいただいていきたいと思いますよ。絶対にいかんと思うだけど、やっぱり見に行った。お好み焼きなんですけどね、豚キムチ玉、を頼みましたよ。それからね、あと、牛バラ焼きをね、頼みました。あとね、メニューもね、おでんもあって、あと鉄板焼きもあるし、焼きそばもあるしね、いろいろね、メニューあっていいですよ。で、こちらのね、営業時間なんですけど、お昼のね、11時半から、晩の、11時半までやってるんでね、昼からね、飲めますしね、いいと思いますよ。はい、こちら来ましたね。こちらね、牛バラ焼きのね、タレになりますよ。熱々ですね。めちゃめちゃいい香りですよ、これ。いただいていきます。よし、ではね、いただいていきますよ。いただきます。豚バラ、牛バラですよ。めちゃめちゃ美味しい、これ。この油がね、油すごいです、これ。美味しい油で、これも美味しい。こんな美味しいわ。これね、鉄板の上にね、これお皿置いてくれてるんでね、常に熱々で食べれるんでね、これグズグズしてるの分かりますかね。これね、熱々で食べれるんでめちゃめちゃいいですよね。はい、熱々ですよ。美味しいわ。お肉もね、めちゃめちゃ柔らかいし、タレがね、タレがこれまた美味しいですわ、もう。はい、2杯目はね、チューハイプレーンをね、いただいていきたいと思います。このプレーンがやっぱりね、あっさりしてね、美味しいですよね。美味しい、最高。はい、お好み焼きの方来ましたね。これ豚キムチ玉、1人前これ850円だから、今ねこれ焼いてきてもらったんですけどね、お好み焼きもね食べていきたいと思いますよ。こちらね、関西はもうこれ、なんていうかな、テコっていうかな、コテやったか、テコやったか、ね、これでね、食べるのが関西風ですよ。
はい、ね、いただいていきたいと思います。最近あいつにあんパパパって昨日なんかやばそうやな思ったのに、ね、全部用意するのに何10分くらいかかんねんええねんけどおいしょせなあかんいつから入れんか結構キムチの香りが、うん、めちゃめちゃ効いてますわ。おいしい、うん、最低でも3つ加えるから。お好み焼きの生地もあの出汁がめちゃめちゃ効いてて、で、あの豚キムチの、 あのキムチの香りも入ってて美味しいですわ。これフライプレーですよ。店内のね、あの席なんですけどね、カウンターに、ね、4人座れるのかな。で、テーブルが3つあって、で奥にね、あの座敷があるんですよ。座敷がね、2つあるんで、ね、結構ね、全部みんな座ったらそこそこね、入れると思いますよ、うん、最後のね、最後の牛バラいただきますよ。もう全部ね、全部もやしのっけて、ネギのっけて、はい、これでね、いただいていきます。うん、うん、はい、3杯目ですよ。3杯目もね、酎ハイプレーンです、ね、飲みすぎ注意ですよ、ほんま、うん。ああ、まあね、このプレーンがね、飲みやすくて、あのどんな料理にも合うしね、もう、まあ、もう最近もうずっとプレーンですね、うん。うん、ごちそうさまでした。美味しかったな、うん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、今ねこちらのね花屋さんでね、お好み焼きとね、鉄板焼き食べてきたんですけどね、メニューもね、かなり豊富で、ほんで、お好み焼きの種類もね、かなりあるんですよね。でね、昼からやってるんでね、便利やし、うん、いっぱい飲むのにもね、最適やと思いますわ。はい、ということで、みずちゃん、よろしければね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、ということでね、みずちゃんでした。ありがとうございました。